それでは皆様お待たせをいたしました。本日の勉強会、本題の方に入らせていただきます。都政の立て直し勉強会です。副題として小池都知事の学歴詐称疑惑と神宮外苑再開発、法的アプローチから検証する嘘と矛盾という形でタイトルをつけさせていただきました。解説は弁護士であり元未来会議のアドバイザーであります小島敏郎先生であります。そしてインタビュアーとして未来会議の木村が担当させていただきます。それではここで進行を木村の方に変わります。よろしくお願いいたします。はい、未来会議の木村でございます。それでは始めさせていただきます。今日のやり方はですね、私が質問をして小島先生にお話をしていただくという形式で行いたいと思います。小池都知事の学歴詐称に関しては、世の中には学歴は重要でない、そういう考えがあって、今回の告発というのは一体何のためなのか、そういう疑問もあると思います。今日の勉強会の中ではですね、そうした点も小島先生からお話をいただけるかと思っています。まず最初になんですが、小池知事はご自身がカイロ大学を卒業したという経歴についてどのように説明しているのか、それを先生に伺いたいと思います。スライドですが、ごめんなさいね。なかなかの都議会ではですね、小池さん答弁しないですね。4年前の自民党が質問したときには小池さん答えてたんですけれども、再選後はもう一切答えないというそういう状況になってます。で、直接質問できるのは、都庁の記者クラブだけなんです。で、一応答えてる。でも追及はここまでということですが、しかし答えてることを整理すると、カイロ大学を卒業したということで、小池さんは私自身の卒業というファクトがもうすでにあるわけでございますと、こう答えています。でもこの卒業したという事実は証明しなきゃいけないんですよね。で、記者会見でもそうですが、小池さんは記者に聞いてます。卒業したということはどうやって証明するんですか。卒業証明書と卒業証書でしょ。そうなんですよ。事実は証明されなきゃいけないんです。全く卒業したという事実は証明されていないんですね。証明をしなきゃいけない事柄なんです。で、この卒業証明書と卒業証書があるから、私は、卒業したのだと。で、もう一つはカイロ大学声明はカイロ大学が意思を持って発出されたものです。私自身が関知しているものではありませんと、こういうふうに、おっしゃっています。で、カイロ大学声明の方はですね、ルールお話をしてましたから時間の関係上、一番のカイロ大学の卒業実態、それから卒業証明書卒業証書について今日はお話をしたいと思います。ですね、小池知事の言い分だと卒業証明書とそれから卒業証書が手元にあって、さらにカイロ大学が小池知事が卒業したということを認めてるんだから、小池知事にしてみれば私はカイロ大学を卒業した、こう言っているわけですけれども、この理屈についてどこに問題があるとお考えでしょうか。はい、卒業証明書卒業証書というのは、証明の書類なんですね。で、他の場所で言いましたが、日本の公職選挙法の適用が問題になっているわけですから、公職選挙法上この卒業証明書卒業証書というものをどう考えるかということが、ポイントになってきます。で、住民票の話をしました。例えば都議会議員だと東京都内に住所がないとダメ、区議会議員との場合は区の中に住所がないとダメ。じゃあ東京都に住んでいること、あるいは区に住んでいることはどうやって証明しますかとこう聞くと、住民票ですよねと。で、住民票でもう3ヶ月住んでるじゃないですかと。だから、
住んでるんです。これ通らないんですよね。つい最近もありましたよね、居住実態がない、実は住んでないんじゃないんですかということが言われて、で調べてみたら実際住んでいない。でそうするとその区議は選挙で当選しても被選挙権がないということになりますから失格ですよね。つい最近あった出来事です。つまり証明書は、住民票という証明書は神聖なもの、しっかりしてる、でも実際に住んでなかった、これって失格なんですよ。でそういうのが日本の公職選挙法で、そういうものなので書類が整っていても疑惑があれば卒業していたかどうか、そういう卒業実態の証明が必要になると、こういうふうに考えています。卒業証明書とそれから卒業証書が偽造だって、こういうことを言う人もいると思うんですけど、そういうことですか、これは。いや、そういう話をちょっと、アラビア語の記者にも聞かれたことあるんですけど、今の例のようにですね、住民票がもう神聖なもの、ちゃんとしたものであっても居住実態がないとダメという、いうことですから、まずはその卒業証書、卒業証明書というものは、神聖なものだと、ちゃんとしたものだという、前提で法律論を考えていくと、いう今アプローチを取ってます。でもちろん偽造だったらもう何をか言わんやですから、偽造私文書行使罪という、それだけで犯罪を構成してしまいますから、それは別の話ですね。分かりました。卒業の実態というのはこれが重要だということだと思いました。ここで小島先生がですね、カイロ大学声明の経緯を明らかにするということにした発端は何だったのかというのを伺ってみたいんですが、それがね、今日お話しするもう一つの神宮外苑なんですよ。で神宮外苑の問題点っていうのは、未来会議 のアドバイザーもやっている間にいろいろ勉強もしてきましたけれども、坂本龍一さんが2月にお手紙を出されましたよね。でその後なんですが、その A さんとお話をして、例のカイロ大学 の声明のね、原案を書かれた A さんとお話をして、でその時も神宮外苑の話だったんです。神宮外苑ダメだよね、再開発は。でそうだそうだという話をしている中で、カイロ大学声明の原案は自分が書いたんだよっていう、そのお話をいただいた。でそこからもうずっといろいろと情報交換をしながら、やっぱり小池さん、カイロ大学出ていないんじゃないかと、いうことで、ずっとこう書類を整理してきて、手記という形にして発表したと、そういうことですね。小島先生は小池さんがカイロ大学を卒業してないと確信した後の胸の内についてはですね、後で伺ってみたいと思ってるんですが、その前に小池さんはカイロ大学声明に関して関知していない、こう発言していますが、これについては先生どうお考えですか。この、3番目のカイロ大学声明なんですけれども、いろんなちょっとあるんですけど、それぞれね、カイロ大学の卒業、北原さんは、卒業はしていないと言ってますし、あるいは卒業証明書、卒業証書、大体日本語訳をつけるんですけど、一度も見たことないですよね、日本語訳を。で誰も日本語訳をつく一緒に出してくれって要求もしてない。すごいんですよね、これ。要するに絵を見てるだけなんですよ、議会もあるいは記者も。卒業証書、卒業証明書という絵を見てるだけなんです。で何て書いてあるか、どうして聞かなかったんだろう、あるいは小池さんはどうして日本語訳を、いろんなものには日本語訳をつけて公表しているのに、なんでこれは日本語訳をつけて公表しないんだろう、不思議だよね、思ったりもするんです。で、カイロ大学生です、今の質問ね。で
小池さんはね、ずっと記者会見見てると、その選挙のたびにこういう問題が起こるんですっていうのはカイロ大学も認識してるとか、だからあの短い期間に出してもらえた、出したんだっていう話してるわけですよ。そうだったらどうして私が依頼して出してもらったんだって言わないんだろうかと。そう言えばみんなあの何があったか分かるじゃないですかと。あの樋口区長もそんな心配することなく、いや私はあの小池さんに頼まれてこんなことやってたんですよと言えばいいわけですよ。でところが私自身が感知しているものではないんですと言っちゃうわけですね。まあ、いずれあのメールが明らかにあの、まあ、検察の方で、まあ、出すということになるんですけれども、まあ、あのそのこと自身はあの分かるということになるんですけれども、どうしてそういうふうに言わなかったんだろうかと、まあ、言うのが疑問なんです。言えばいいじゃないかと。で言うとどういうことになるかっていうと、いわゆるカイロコネクションっていうのが分からないんですよ。小池さんが持っているカイロコネクション、つまり日本側の話は文藝春秋に書きました。でもそこからカイロ大学の誰に頼んで、いわゆるカイロ大学のレターヘッドの、声明を書いてもらったのか、それから日本語は、エジプト政府のレターヘッドですと、エジプト政府のレターヘッド、ね、の日本語を誰に頼んで書いてもらったのか、さらに駐日エジプト大使館のフェイスブックに誰に頼んで、誰が誰に頼んで、掲載してもらったのか、このカイロ大学のコネクションについて小池さん説明しないといけないですよね。頼んでやったっていうなら、そのカイロ大学コネクションというのは我々にはわからない。まあそれは検察の力を借りるしかないというふうには思っています。言いました。これ中日あのエジプト大使館のフェイスブックの掲載っていうのは、まあ、とっても大きなポイントだったと思います。で小池知事の言い分というのを聞いてると、あたかもエジプト大使館が小池さんに忖度をして、大使館側が、自らフェイスブックに掲載したように、まあ、私には聞こえたんですよね。でこれぜひはっきりしてほしいところだと思います。で小島先生に関してですね、批判というのも耳にすることがあるんですが、これについて伺いたいと思います。まあ、小島先生は都民ファーストの会の事務総長をもともとなさっていた、それをクビになったから、まあ、個人的な恨みがあって、まあ、手記を書いたんじゃないかというのは、まあ、批判というのは見かけるんですけども、この際これ聞いてみたいと思いますが、どう思われますか。都民ファーストの事務総長を辞めたというのは、まあ、2021年の7月の都知事選挙の、都議会議員選挙の後ですよね。でその後も相談があれば乗りますよということで、都民派の、まあ、議員の、対応をしてたんですけれども、しかし、まあ、相談があったのは、結局、中学校のスピーキングテストとか、こういう今日お話をする神宮外苑の話ということで、まあ、小池さんの政策に盾をつくっていうと変なんですけど、まあ、そういう人たちの、まあ、相談に乗ってきたと、まあ、いうことですね。でそれがずっとまあ続いてきたんですけれども、まあ、個人的に言えば別に小池さんと私の関係は、まあ、小池さんが改革をするというから、まあ、手助けに行くというそういうことなわけですよね。で、まあ、都庁に入るときに、今顧問として入るときに、小池さんはね、いや知事になるとみんな寄ってくるのよねとおっしゃったんです。でえっとか思って、ああそうかと、顧問になりたいとかいろんな人が来るんだねって。でその時に別に顧問になりたくてやってるわけじゃないから別にいいですよと、お好きにされたい、こういう会話をしたことがあります。ああこういう人なんだということと、まあ、しかし築地の問題ってのは言い出しっぺだったから、まあ、やりますよと。だから小池さんが改革をしないということであれば、それは一緒にやる必要もないし、
他にも仕事ありますから、そういうことなんですね。だから、まあ、官僚35年やってましたけど、やっぱり政治家も官僚も全体の奉仕者なんです。そういう、まあ、哲学っていうか、まあ、理道管理の道というそういう考えでやってきましたし、最終的には政治家が、まあ、決断をする、それが民主主義だというふうに思って、まあ、官僚の部を超えないと、まあ、いうことも、まあ、肝に銘じてやってきました。だから個人的に恨みとか何とかっていうものはありませんね。まあ役人の時にやるべきことは全部やってるから、もう別にそれ以上のことはないです。はい。まあ都議会議員が肝心な都民よりも小池さんの方ばっかり見て、まあ、仕事をしているようでは、まあ、東京の危機立てなせないよなって、もそれはつくづく本当に思いますよね。まあ、今回の問題についてもですけど、政治家としてどう生きるか、なんかそれが問われますね。さてですね、先ほど伺わなかった小島先生の胸の内っていうことなんですけれども、知事の側近と言われた立場の人は、まあ、知事を告発するっていうのはあんまりないんじゃないかって、まあこういうことを言う人もいます。でそのことについてはどう先生思われますか。うん、やっぱりいけないことはいけないというのは当たり前のことなんですよね。で私はですね、青学の時にも実は青山学院大学を、被告にした訴訟があって、その2つあったんですけど、2つ原告やってるんですよね。それは間違ってると言ったら、やっぱり大学だって間違ってるというふうに言うべきなんですよ。もちろんその大学からお給料もらってましたけれども、やっぱり問題があるよねという場合にはちゃんと告発をすると、その時、学長変わったんですけど、三木さん、今東京新聞にコラム書いてますけれども、そういう時に学長が変わって、青学も改革をされたと、まあ、いうようなことがありますから、別に、当然のことなんじゃないかと。ただ結構大変ではありますよね。北原さんが実名を出されたっていうことも、まあ、大変なことだと思います。でその北原さんもが触発されたのは、やっぱりジャニーズの事件だとおっしゃってました。で本当にそのどんなに告発してもメディアに無視をされて、で無視をされ無視をされ、 BBC が報じたらまた一斉に手のひら返すように報道すると、この日本のメディア体質にもう心底もうがっかりしてて、でも北原さんがやっぱり実名で公表しなきゃいけないんだと、しかしそれには外国のメディアに出してもらわなきゃいけないんだと、こういうふうに思ってしまうのが今の日本の状態なんですよね。だから今回もカイロ大学声明が、メディアの小池さんのカイロ大学疑惑をするのに蓋をしていると、じゃあその蓋を開けなきゃいけないんじゃないかということで、手記を書いたんですけれども、書いてもあんまり変わらないですよね。雑誌メディアとそうじゃないメディアとの、差がもう歴然としていて、これが日本のそのジャーナリズムのもう現時点の状態、もう大きな問題だということが、まあよくわかります。まあそのことについてはまた後でお話をします。はい。今のお話は公益性の観点でどう考えるかということを先生は言ってたのかなと思います。で小池知事がですね、東京都政でやってきたということが東京の公益性を損なっているということになるのか、これについて先生どうお考えになりますか。はい、最初のね、ご挨拶の時にもあったようにですね、一つはね、やっぱり政治家嘘ついちゃダメだっていうことですよね。で嘘をついて、いるとですね、また嘘に嘘を重ねることになってしまうんですよね。で小池さんは一枚看板、この世の中に出る時がマスコミなんですよね。
つまりカイロ大学を首席で卒業というのが卒業証書なんですよ、彼女にとっての、と北原さんは言ってました。つまりカイロ大学からもらった卒業証明書、あるいは卒業卒業証明書、卒業証書が卒業証書じゃなくて、日本の新聞に書いてもらった、カイロ大学卒、それも首席で、もう大々的に書いてもらったのが彼女にとっての卒業証書で、これで生きていくと、そう書いてもらったから、でだから最初からそうなんだというふうにさっき挨拶の時にあったんですけど、まさにそうなんです。で政治家に出る時もその日本新党の全国2位っていうのも、これもメディアの力ですよね。まあ何々新聞の方が2位にして、それで当選をした、全くメディアが作り上げた人なんです。でそういうその歴史をメディアが、いや間違ってましたって言ってもらいたいですけども、そこまで言えるかどうかというのが、まあ、一つの鍵になってますね。だからまあ一つはその嘘も方便みたいなね、政治家じゃ困るよねっていうのが一つ。二つ目はこれもおっしゃいましたけれども、弱みを握られたら困るんですよ。弱みを握ってる人がこれやってね、あれやってねって言われたら断れないでしょ。でその弱みを握っているのがカイロ大学でありエジプト政府であったら、これは本当に主権に関わることですよ。前に一回あった明治大学の出たっていうその事件が、その詐称事件がありましたけれども、それ国内ですけど、外国に政策与奪の権を握られているっていうのは、これは全く違う問題ということですね。その2点挙げられると思います。これあれですよね、まあ、先生今カイロ大学やエジプトからなんか何かを頼まれたら、もうこれ嫌とは言えないって、まあ、そういうことになってくるわけで、それでですね、私聞いてて思ったんですが、公職選挙法の虚偽事項公表罪っていうのがあると思うんですけれど、これとの関係というのは先生どうなるんでしょうか。簡単に言いますね。公職選挙法235条の1項なんですけれども、これの趣旨、これは一つ新馬事件っていう、そのいつだったか、あそうだ、1992年の参議院選挙での経歴詐称事件で、これがですね、裁判所で問題になって最高裁まで行きました。で、まあ、この判決があるので、それから見ると、選挙人が誰に投票すべきかを判断するに際し、候補者についての正しい判断資料が提供されることが必要で、その過去の行動や筆跡と、自責と、その人が経験した事項であって、かつ選挙人の投票行動に影響を与える可能性のある事項が経歴に該当する、まあ、こういう判決があるんですね。だから学歴だけじゃないんですよ。この人は中学の時に公費でスイスに行ってボランティアの勉強をしました。だから私はボランティアについてすごく関心があって造詣も深いんです。これも罰なんですね。これも経歴なんですよ。だから首席っていうことも経歴なんです。ちょっと私知らなかったんですけど、スイスでボランティアの勉強、今さっき の判例の話ですけど、そういうことを候補者として言ってしまった過去の言動だとか、その過去について事実について、まあ、公選法の範囲内ということになるんですね。だけど先生、これじゃあ、あえて質問しますけど、まあ、小池さんは超法規的に入学してで卒業したっていう人もいますけど、これについてはどうお答えになりますか。そうね、コネ入学は入学かっていうそういう問題があるんですが、これはね、この人の事件の時も言われました。私は有力者推薦で入ったんですっていう。でこれも判決が出てます。
その頃の明治大学には有力者推薦入学制度は存在しなかった。つまりコネ入学もルールがないとダメなんですよ。コネ入学制度って変なんですが、今だとコネ入学とは言わないですよね。いろんな推薦があるから、なんだ、青学だと、見学の精神でね、キリスト教の、推薦で何人か入るとか、で別に学業成績ではなくてもキリスト教の、精神で入る、これはもう当然のことなんですね、大学の成り立ちから言って。だからいろんな制度があるので、そういう有力者推薦入学とかね、あるいはお金を寄付したら入学するとかね、そういうのが制度化されてればいいんですよ。それも入学、まあ、ということなんですね。なるほど、コネにもルールがあるっていうことなんですね。確かあれですよね、小池さんはご自身は、まあ、書類選考だったと。で、だけど北原さんの方が違う証言をされていたわけですよね。まあ、コネ入学だったと、まあ、そういうことですよね、うん。で、ですね、入学のことについて、まあ、コネ入学だってルールだっていうのは伺ったんですが、卒業にもコネ、これはコネ卒業ってのあるんでしょうか。そうね、コネ卒業ね、さすがにね、コネ卒業ってないんですよ。ない。なぜかっていうとね、学士号を授与するっていうのは大学の権限なんですけど、でその学士号を取った人は世界に通用するわけですよ。例えば大学院に入るときは学士号を取ってないといけないんです。そういうさすがにね、そういういろんな大学の 大学院に入るときに必要な学士号がコネ卒業だったらもう崩れちゃうんですよね、この制度が。で、まあ、さすがにそういうものはない。で入学とかね、編入学は、まあ、エジプトにはどうもありそうなんですけど、まあ、それはちゃんと規定を見なきゃいけないんですけど、まあ、日本だって編入学ありますからね、そういうものはあります。でもね、先生、カイロ大学はですね、まあ、小池さんは卒業していると、まあ、こうおっしゃってるわけなんですけど、これはどうですか。うん、公職選挙法のね、その経歴ですね。で、先ほどの趣旨ですけど、候補者について正しい判断材料を与えなきゃいけないと、まあ、いうことですよ。でそれは普通に考えるとですね、日本の法律もそうですが、まあ、まず単位を取得しなきゃいけないと、全課程を修了していること、それから卒業した、これは大学が認定すること、から学位が授与されること、この3つなんですよね。でこれが卒業の実態だということなんですよ。でね、見ますよ。調べられたことありますか。カイロ大学文学部社会学科ってすごいところなんです、実は。で小池さんの時は1年生10単位だと、10科目だったと言いますけど、今各学年11科目だから卒業するには44科目132、これはね、カイロ大学のホームページをずっとくぐっていくとこれが出てきます。で出てくるんだけど、発見、読めるのは2013年から2014年のものが出てくるんです。でこれ今はね、 Google 翻訳で全部できるんですよ、読めるんです。そうするとね、1年生はもうそうです、1年生前期後期、2年生前期後期、3年生前期後期、4年生前期後期、都議会で卒論があったとかなかったとかって議論になったんですが、それは4年後期の社会調査、卒業研究ってやつですね。だから、まあ、卒論はあったんですよ、今もある。ただ昔はどうだったかっていうのはわからないので、今でエジプトの社会史とかベドウィン社会学とかですね、こんなのも勉強するんです。これすごい、社会学としてはすごいところだと思いました。ベドウィン社会学っていうのは僕は分からないですね、これ想像もつきません。まあ、そもそも小池さんがカイロ大の1年目を落第したっていう理由は何だったんでしょうか。そうなんですよ、アラビア語ですよ、簡単に言えば、ね、
で、カイロ大学、文学部社会学科の教科書試験問題っていうのは書かれたもの、つまり喋るんじゃなくて読み書きですよね。で、読み書きは基本はフスハ、いわゆる現代標準アラビア語ですよね。で、だいたいアラビア語の人に聞いて、なんでエジプトもシリアもモロッコも言葉が違うのに意思疎通ができるのかと。まあ昔中国と朝鮮と日本がそれぞれ言葉も違うのに意思疎通できたのはみんな漢文だったからですよね。で、日本だって漢文なんか喋ってないんだけど日本語喋ってたわけですよ。でも遣唐使遣隋使あるいはそれぞれ何喋ってるか分かるわけですよ。そういうものに該当するのが現代標準アラビア語だって聞いてます。だからそれで、まあコーランの言葉が元だからそんな勝手に変えちゃいけないし今も使わなきゃいけないんですけど、だから大学で勉強するってことは教科書が読めなきゃいけないしだから試験問題が分かんなきゃいけないわけですよ。何が書いてあるか、それ口語じゃないですよ基本的に。だからそれを1年でマスターしたってわけですよ。で、カイロアメリカ大学で1年マスターした、これも調べてみましたか、見ましたかってちゃんと出てるわけですよ。大学のレベルで学生と競争できるのは3年かかるって書いてます。小池さんここ1年勉強して大学に入った、勉強したってそう言ってるわけですね。すごいんですよ、超天才です。誰に聞いても1年でフスワをマスターして大学の教科書が読めて試験問題が分かって書けるなんてことはないとおっしゃってます。これができたら超天才、まあ、ということなんですよね。本当にそうなのかなと。で、ちょっとね、もう時間あるね、ついで見ちゃいますね。で、なんで卒業できなかったかって1年目落第しちゃったんだかのか、これはね、まあ、小池さん振り袖ピラミッドを登る、今ものすごい高いんですよね、アマゾンでね、買うと、ね、まあ、その前にこうずっと調べていたん でこれをねこう見るとですね、もうとにかく自分が何の授業に出席したのかもわからない。で、試験の問題が読めるかな、受験以前の問題で頭が痛かったとかね。で、カンニングしようにもその字さえ読めないと、これが1年目ですよ。で、まあそういうものですね。1年アラビア語を勉強してもそれは分かんないという、まあ、これ正直に書いてあるって、まあ、いうことなんですね。アラビア語が難しいのはよく分かりました。だけど1年落第したのに4年で卒業したってことになってますけど、これ矛盾してると思うんですがどうでしょう。そこなんですよ。そこなんですが、この同じく振り袖ピラミッドって、これ都議会でもずっと言ってるんですけど、まとめにこれ読んでみると1年目は落第して、で、合格したら回路の高いところに登るっていうことをやってるわけですよ。1年目は落第、2年目は、奇跡的に合格して進級できた、3年目は回路一高いノッポビルに登った、4年目はまた違うところに行った、で、4回目は卒業の年にピラミッドに登った。これ数えるとやっぱり5年かかってんですよ、どう考えても。とこれって嘘書いてあるんですよねっていうことになるんですけども、ここはまたはっきりしないですよね。それとそのさっきのこのアラビア語の能力で2年目からは全部進級できたと、これも奇跡ですよ。つまりカイロアメリカン大学のアラビア語コースは大学で勉強するアラビア語の能力ができるのには3年かかるって書いてあるんですよ、アドバンスと。で、1年目がこの程度なのに2年目からはずっと通っちゃう、この急速なアラビア語の進歩も、これも
天才ですよね。本人が、小池さん本人は2年目から奇跡的に進級できたってまあおっしゃってたようですけど、1年落第したのに4年で卒業した、この理由についてはこれどう説明があるんでしょうか。これがね、これもね、質問に答えてたのは自民党の時だけなんですよ。今全然答えないですけど、だから自民党は偉い、ちゃんと答えを引き出した。で、小池さんの答えは、もうこれも自民党の質問ですよ。1年の留年があるにもかかわらず、留学から卒業までを4年間で卒業と、どうしてって聞くわけですよ。ありえないでしょ。で、大学の答えは、大学当局の指導の下で最終的には入試を追試を経まして、76年の10月カイロ大学の卒業に必要な条件を満たしまして卒業することができました。卒業に必要な条件って単位を全部取ったってことですよね、先ほど言いましたけど。で、追試を受けた。で、10月に卒業したっていうんだから、その前に試験を受けていた。で、それじゃあその時どうしてたんだろうって、カイロの JAL で働いてたんですよね。働きながら追試を受けていたっていう話になるんですけど、だから、それでも不思議だと。だから大学当局のどのような指導があれば、その落第生が4年で卒業できるのかと、あるいは追試は一体何年生の時に受けてたんですかと、で、何科目どこで受けたんですかと、全く答えないですね。で、知事がこれまで議会などさまざまな場面でお伝えしてきた、最初の挨拶にありましたけど、局長が出てきて答える。で、これはね、本当に国会で統一教会の会合に参加しましたかとか、あるいは何かこう協定書にサインしましたかとか、大臣が聞かれていてですね、役所の局長が出てきて、それは大臣がこれまでさまざまな場面でお答えしてきた通りっていうことを国会でやってるってことですよ。そんなことありえないですよ、国会では。でも都議会では堂々とそれがまかり通ってるんですね。そんなの本人にしか分かんないでしょ。裏金はどうでしたかって、もし大臣がね聞かれて、局長が出てきて答えるんですか。ありえないんですよ。でも都議会ではそれが行われているっていう、まあ変なとこっていうことでは済まされないんですね。あれですよね、私たちの会派である未来会議でも、都議会の本会議で随分質問しましたけど、答弁だった古谷局長がもう何ともかわいそうに見えてね、仕方がなかったんですよね。ちょっと時間がだいぶ押してまいりましたので巻いていきたいと思います。カイロ大学を主席卒業っていうのは、知事はこれ間違いだと、撤回しているんですよね。そう、主席卒業もこれ経歴なんですけど、これも自民党の質問です。主席で卒業というのは誤りでいいんですよね、とご確認させていただきます。で、小池さんはレトリックはですね、決して間違いって言わないんです。要するに勝手に間違いだと思ってくれるのはいいけど、私はそんなこと言ってませんよ、というふうなレトリックを使う。だから卒業時に教授の一人から成績はトップだと言われました、このまま大学院に進んだらどうかと言われました。すごいんですよ。で、嬉しくなってそのことを記載した。それ以上のことでもございません。嘘だと絶対言ってないですよね。こういう言い方なんです。で、公選法に関わります文書にはその旨を記載した記憶はございません。文書に書くか書かないんじゃないんです。経歴っていうのはね、先ほど判例を見せましたけど。そうですね、はい。で、ついでにね、言うと、これにはね、社会学科って400人近い大所帯だったって書いてあるんですよ。で、10科目のうち3科目、しか取れなかった、つまり7科目ダメだったと留年なんですね。で、ちょっと後で次出るんですけど、成績評価はジャイードっていわゆる寮ですよ。
で、カイロ大学は U があって、量の上があって、量があって、価があって、それで負荷。で、量の上に量上と U があるんですけど、量で主席だ、あなたはトップだということは、400人近い人がそれ以下だったってことですよね。そんなに出来が悪いんですかね。U がいなかった。量上もいなかった。というふうに考えないと、この教授が成績がトップだっていうことが本当だったってことは分かんないですよ。だからそういうこと、この年はそういうことだったとおっしゃってるわけですよね。ものすごく不思議です。これ先生、卒業証明書にはですね、 あと卒業証書だとか、うん、何て書いたんですか実際は。そうそう、これがね、卒業はいつなのかって実はよく分かんないんですね。これは一番ね、近いと言われてる毎日新聞の訳を見つけました。いろんな方が訳してるんですけど、多分毎日新聞の方が訳したのが一番近いだろうと、まあ、いうことで、その卒業証書に書いてあることは1976年の10月文学部で確認をしました。単位を確認しました。で、大学評議会は1976年12月29日に寮の成績で文学士号を授与すると決定したと。だから学士号の授与は12月29日なんですね。で、普通卒業と学士号の授与、これ大学が決める、学部が決めるわけじゃないので、大学が決めるので、そしたら12月29日に決定されて学士号をもらっているんだから、卒業は12月なんじゃないのというふうにも思ったりするんですね。で、証明書ついでです。で、証明書はね、その社会学科から寮の成績で学士号を取得したって書いてあるんです。あ、そうなのかなと。で、一体どっちなんだろうと。で、これはいい加減とか彼とか彼女とかっていう問題とは違って、日付の問題ですから、もうずっと10月卒業、10月卒業と言ってたのが本当なのと、まあいう問題でもあるということですね。卒業証書と、まあ、卒業証明書に関して、まあ、矛盾を感じる点というのは今いくつもあったんですけど、この先ですね、まだ聞きたいところあるんですが、時間の関係もございまして、次のテーマ、明治神宮外苑に移りたいと思います。本日小島先生に伺いたいのは、明治神宮外苑再開発の目的っていうのが内苑護持のための資金捻出にあったということですが、それはどういう問題になるのかということです。お願いします。外苑のね、その目的っていうのが外苑再開発、まあ、実は開発なんですね、再開発じゃないんですけど、あそこは。それの目的を言い出したのは、小池さんの5月の記者会見です。で、前々からそういうことは言われた、そういうっていうのは、内苑を守るために外苑で金を作んなきゃいけない。つまり、神宮外苑の再開発っていうのは、金を生むためにやるんだと。簡単に言えば明治神宮のね、で、そういうことだったんだと、まあ、いうことなんですが、この、2023年9月の小池さんの記者会見は非常に大きな問題があります。で、まず本当の大きな事業者の基本的な考え、目的は明治神宮としての内苑を守っていくこと、そのための金を生み出すことなんだと。で、そのことがね、渋沢栄一以来のまさに SDGs そのものの経営だって、ちょっと本当なのと、どういう考えをしてる。で、外苑を守るというのは左の目で見てみる、いるだけなんだと。だから両目をかっぽじってみれば、
内縁を守るというために開発するのって当然でしょ、まあ、どっちが右目でどっちが左目かっていうのはね、またこれ物の考えがはっきりしてていいですよね。こっちを右目と言わないですよ。緑を守れっていうのは右の目で見てんじゃなくて左の目で見てるっていう、まあ、そういうレトリックだとは思いますけどね。ここ細かいんですよ、小池さんはね。どっちの目だと。で、内縁誤字のための開発担当者に聞くっていうそのものもそうだと。要するに、神宮の運営保持や街路樹のもの更新のため、でも神宮の運営保持のためで、これって本当に最初から聞いてましたか。都市計画審議会を始めるときに、これ完全な後出しじゃんけんですよね。だから最初からやり直す必要があるんじゃないんですか。で、それも宗教団体のためにですよ、宗教のためにですよ。これって憲法違反じゃないんですか。まあ、というで、その4事業者の基本的な考え方、4事業者の中には JSC 入ってです、国なんですよ。国が明治神宮のために金を儲けさせてやるということに協力してるんだ。これ民間じゃないんですよ、 JSC は。これ国大丈夫ですかということも大きな問題だから、この発言では大きな問題を抱えていて、もう一回最初から見直す必要があるんじゃないでしょうかと、まあ、いう問題ですね。最初から見直すべきじゃないか、まあ、本当その通りだと思います。それで、神宮外苑再開発のこの目的が先ほどから出ている内苑誤字のための資金捻出、これになったのはいつからなんでしょうか。これがね、いろいろ森喜朗さんの話があるんですけど、さっと見てくださいね。2012年の5月はオリンピック前と後ですよね。で、ここはサブトラック、ラグビー場、野球場と、まあ、こういうふうになっていてですね、ビルは一つもないんです、この段階はね。これが森喜朗さんに東京都が説明したものです。この段階ではビルはない。だから神宮球場は寄せられてないんですよ、イチョウ並木の方に。この段階はで、この段階2014年3月何を考えていたかっていうと、その東京都が土地区画区整理事業でやると言ってた。事業主体は東京都だったんですよ。で、地権者からの要請を受けた都が主導して、で、土地区画整理事業としてこれをやるんですっていうのが2014年の3月土地転換についての内部資料ですね。で、2014年の7月の10日これが転機ですね。この時ですよ。で、この時にそのなぜサブトラック設置が困難なのかっていうのは、これ非開示ですよ、非開示非開示で、この時にそのテピアも動かないし、それで神宮球場が並木のイチョウ並木のに寄せられて、で、商業ビルが建つという、で、この時に変わったんですね。で、この絵を描いたのはもうこの時にはまあ三井不動産と一緒にやってたんだろうと思いますが、この2014年の7月このサブトラックをやめると、まあ、ビルを建てるために高級サブトラックを設置する空間余地はないと、こういうことなんだと思うんですけど、まあ、これが転機ですね。で、その後2016年これずっと見ると、ここに一言もそのお金儲けのためって出てこないんですよ。もう建前しか書いてない。で、まだこの段階では土地区画整理事業の活用って書いてあるから、事業は東京都主導でやるつもりだったと、まあ、いうことですね。で、ずっといいですかね。まあ、都議会にはですね、大体知られないように一部でこそ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 やるっていう、まあ、印象が強いんですけれども、2014年7月に三井不動産が登場するあたりから、まあ、徐々に
さらにですね、さらに状況が変化したということですけれども、神宮外苑は三井不動産の開発拠点、そうやって言っていいんでしょうか。そうなんですけどね、ちょっと言いましたけどね、森ビルと三井不動産の開発の違いってのはもう顕著です。森ビルのね、ヒルズって細々としたところをまとめてヒルズを作ってるんですね。これって再開発なんですよ。ところが三井不動産は広大な公共用地を狙って開発をしてるんです。まさに東京都に寄生して開発してるんですよ。寄生してっていうか、東京都が持ってるところを狙って開発してるんです。だからこれって再開発じゃないんですよ、開発なんですよ、もともとの都市公園を。で、気がついてみると昔水泳場だった、最初相撲場だった、相撲場だった、水泳場だったところがもう三井のホテルですよ。あら、待ってなもんですね。で、アパートがずれたところにはマンションが建ってて、今明治公園を整備するって、なんか鉄腕ダッシュじゃない、なんとかダッシュってやってるけど、あれは三井のマンションの前庭ですよ。前庭を都の金で一生懸命整備するって、まあ、そういうふうになっちゃってるんですね。で、秩父の宮ラグビー場がこう移動すると、新秩父の宮ラグビー場、これも三井不動産ですよね。で、ここの三井不動産と、それから、読売日テレから富士山系日本放送ですね、系が入っていて、結局マスメディアが事業者なんですよ。読売日テレ系とね、それから日本放送富士山系ですけどね。だからメディアが事業者なんです。と、自分の会社は批判できないじゃないですか。で、昔はよくメディアを抑えるためには広告を締め上げるっていうので、電通を通じていろんな圧力をかけるって話があった。今は違うんですよ。新聞社もテレビ局も不動産業なんです。あるいはイベント業なんですよ。経営の黒字はそこから出してるんです。で、新聞業は赤字なんですよね。不採算部門なんですよ、会社としては。で、そうすると、こう不動産やイベントにどんどんのめり込んでいく。この例がこれですよ。だから自分の会社がやってることを批判できないような体質になってる。というのは、これが今のメディアのもう死に至る病と思ってるんですが、そういう問題だということですね。で、ちょっと続けていいですか、もうね。で、別にね、神宮外苑だけじゃないんですよ。で、まあ、日比谷公園は大変だっていうふうに思ってる人が多いと思いますよね。日比谷公園の上になんか天井みたいな渡り廊下作ってかぶせちゃうっていうのも、これも三井不動産ですよね。それから青山一帯はもはや三井不動産です。都営住宅の建て替え2つあります。この2つの建て替えも三井不動産です。で、建て替えに乗じてものすごい高いビル建てるんですよ。だから青山一帯はもはや三井不動産の開発拠点なんです。それも都庁と一緒になって、から日本橋、いやいや首都高が地下に潜って空が大きくなったな、周りはビルだらけです、高層ビル。これも三井不動産と東京建物ですけどね。それから芝公園もこれから危ないですよね。で、これも東京タワーの近く三井不動産ですよね。で、一緒にやるってことになるでしょう。極めつけです。極めつけはね、築地市場です。で、これはずっと聞いてきたんですけども、最初にその築地の再開発のなんて言いますか、事業者を募集する募集要項とかね、どういうふうにやるかっていうことを業務委託で研究してたんですよね、調査委託で。ずっと日建設計なんですよ、ほとんど。で、1回だけみずほの研究所に入れたかな。で、日建設計がずっと何年にもわたって
行ってきた業務委託の報告書を出してくれって、肝心なところは全部非開示、真っ黒です。その日券設計がここに入ってんですよ。これって公正な競争ですかねって。それからスーパーゼネコン5社あります。そのうちの4社が全部入ってます。で、もう1社は関西ですよね、はい、基本的にね。だからこれって囲い込んで競争者を出さないようにするっていうことなんですよね。でここにも読売が入る、まあこれ東京ドームから巨人の本拠地を移すんじゃないかと言われてますけども、まあ鍋詰ドームと言われるか読売ドームと言われるか分かりませんが、でまあ朝日新聞の目の前にできちゃうから朝日新聞が入っちゃってる。朝日新聞大丈夫ですか？とうとう朝日新聞もゼネイベント屋の中に入って、もうこれ批判できませんよね。とにかく仲間に入れちゃえばメディアは抑えられるという、そういう方法を今分かっちゃったわけですね。でこれはオリンピックの時に新聞、主な新聞が全部共産になってオリンピックをもう批判できないと、まあ、共犯関係を作ってしまえばもうメディアは抑えられる、でそういうことが分かっちゃったわけですよ。でここに9つの建物が集中するんですよ。でこれは利益を上げるためですね。だからすごいんですよ。浜離宮の隣ビルだらけですよ。でこれをずっと都民に隠しながら隠しながら玉手箱のようにポッと開けてみたというのが築地の経緯ですね。そうでしたね。都議会でも随分これ質問しましたけど、全部、答弁はありませんでしたよね。その割にはもう具体的な名前が噂で飛び交って、ここまで如実にですね、事業者落札、それからこの出来上がった絵で、ゼネコン間でどういう話し合いがされたかまで如実にこの我々に伝わってきたっていう、この開発はですね、これをつまびらかにしないまま事業者決定したってことは、これ東京都政にとってこの先大きな問題になると思いますね。で、さてですね、これ先生にちょっと伺いたいんですけど、東京の開発っていうのは、この先、どんなふうに考えていくのか。これはね、これも最初にご挨拶でいただいたんですけど、いくも公園都市の東京ですね。やっぱりその次の100年ってよく言うんですけど、次の100年って人口が半分ですよ。で外苑ができた時代に戻るんですよね。日本の規模というのは人口規模ですよ。でそしたらね、そんなにね、東京に高層ビル作ってね、どこにでもあるような、もうワンパターンの、もう日本って金太郎飴が好きで、ヒルズだったらヒルズをどっちあっちにも作る、ミッドタウンだったらどこにでも作るみたいなね、そんなもんたくさんいらないですよ。人口半減社会なんだから、次の100年ってのは。そうすると、どこのその町にもね、アメリカはちょっと違うかもしれないけど、やっぱり歴史のある都市はやっぱり旧市街とか、その歴史を生かした落ち着きのある町ってのあるんですよね。だからそのまさにその次の100年っていうのは、そういうその遺産を生かしていく、文化度がポイントなんだろうと思うんです。で町並みもそうだし、産業も文化的な産業、K-POP とか映画とかなんかはもう韓国にもう随分遅れを取ってしまってるんですけれども、でも文化産業っていうのはすごい収益が上がるんですよ。インバウンドだインバウンドだって、インバウンドがやっぱりどこへ行くかですよ、これから。だからそういうことを考えると、やっぱり落ち着きのある公園都市、これ浜離宮の隣があんなにビルばっかり建っちゃって困るんですけど、そういう街を作っていく、もうすごいじゃないですか。東京のど真ん中が世界文化遺産ってすごいんですよ。
こういうふうにやっていくべきだと思いますよね。小島先生、今日イコモスの勧告に関わられた石川美希子先生、まあお見えですけども、いかがでしょう。ちょっともう一言言う、もう一言言いたいでしょ。はい、じゃあもう一言言いたいでしょ。ありがとうございます。これせっかく出していただいて、グラフィックは角井さんにお願いしてプロの方ですので、これで世界の人を説得しました。で、なぜ説得できたかっていうのは、もう江戸時代からの図面持ってきましてね、床にこう広げてで、アメリカの人とかいろんな、もう反対する人一人もいませんでした。皆さん、日本って尊敬してるんですよ。基本的に日本庭園もうかけがえのない文化ですし、日本の人がこんな木を真ん中でそのバサバサ切るなんてのはもう考えも及ばないことでですね。で、それこそ韓国の友達、韓国の代表の方とかですね、ぜひお手伝いしますっておっしゃってくださいましたよ。もういろんなこう しがらみを乗り越えて、で、私が皆さん何をお話したいかっていうと、先ほど明治維新とか関東大震災とかいろいろお話しましたけども、日本はですね、この東京のど真ん中に300近い大名屋敷があったんです。で、皇居とか、それから浜離宮とかですね、それから赤坂離宮とか、そういったところは大事なところなので残りましたけれども、東京が何故ですね、これだけそのきちっと世界の都市ですね、 あまり大幅な都市計画もせずに来れたかっていうのは、全部大名庭園なんです。大名庭園が病院になったり学校になったり、いわゆる近代のその必要なインフラを大名庭園が犠牲になってやってくれたんです。で、それはごめんなさいね、忘れられている。で、これは先ほど築地の話が出ましたけど、あそこにですね、松平定信の上屋敷の翼王園っていう、まあこれ皆さんにお見せしたらもう春風の池と秋風の池ですよ、天下の名園です。それが残ってる、つまり魚市場がやってきて高い建物が建たなかったので、基礎が全部残ってて、今発掘調査してますけども、素晴らしいですよ。ドームがあるところ、もうこれ絶対残すべきだと、またいろんな話があるんですけども、でごめんなさい、松平定信は素晴らしい方で、奈良武金という積み立てをしてですね、飢饉とかいろんな火事の時にですね、お金がいるからというので積み立てて、それが渋沢栄一の東京商工会議所が引き継ぐんです。明治の時に貯金がいっぱいあったから、それで銀座のレンガ街とかガス灯とか、その松平定信の貯金で作ってるわけです。で、渋沢栄一はもうお金を定信からいただいたので、もうお墓前にも行ったり、もう本当に礼を尽くして、そのいわゆる日本江戸の宝物、それが築地にの眠ってるんです。これはごめんなさいね、たまたま築地の話が出たのでお話しますけれども、要するにもっと眠っている大事なものがあって、で今日私皆さんにぜひ申し上げたいのはですね、その先ほど内縁を守るために、みんなそう言いますね。そうすると固まっちゃうわけです。みんな内縁ってすごいと思うから、内縁の何を守るかとか、内縁で実際に何が起こってるのかっていうことを誰も知らなくて、水戸黄門がインドを出したみたいに、もうあ、内縁大事だなと、じゃあ外縁しょうがないなと潜在的に思っちゃうんです。それで私は今何をやってるかっていうと、内縁を徹底的に調べてます。これはもう少ししたらちゃんと発表します。で、皆さんに一つだけ申し上げたいのはですね、内縁は明治神宮が100年前荒れ地だったって、あれ真っ赤な嘘です。電話帳のような資料を私ちゃんと読みましてですね、渋沢栄一さんたちが明治天皇のを作るのにですね、明治天皇、昭憲皇太后と、荒れ地に作りますか、
一番いいところを選んだんです。そう書いてあります。わざわざいろんなところを選んでですね、全いろんなその候補があったのに、荒れ地に作らないですよ。そこから間違ってるの。荒れ地じゃないんです。東京で一番いい土地、一番いい場所だった。それなぜかっていうと、明治天皇が愛された。明治天皇がなぜ愛したかっていうと、井伊家の下屋敷があったんです。でそれは私は国会図書館でちゃんと調べました、文化年間で。でその井伊家の下屋敷というのは、囲われた日本庭園じゃなくて、誰でも来て、でキノコを取ったり、キノコ狩りをしたり、桜を見たり、梅の林があったりですね、それから大きなクスノキがあったから、クスノキのそのそばのお水ですね、それを竹筒に入れて、神様のお水だということで、まあ、なんか聞くということでですね、要するにそのレクリエーションの場だった。でこれは徳川吉宗が御殿山に桜、それから飛鳥山に桜、それから桃園ですね、つまり囲われたところだけが大名庭園じゃなくて、市民お侍さんも町人 もう身分を超えてですね、そのみんなが楽しめる場所ということで、そういうのもあったんです。それが内苑なんですよ、皆さん。開かれた場所だったんです。ですからそういう話をやはりきちっとですね、明治神宮がですね作ってなんかいないですよ、全然。でそのゼロから作ったわけじゃない。で私はやっぱりこういう性分ですので、今奈良金でみんな枯れてますからね、中に入れないんですけど、沿路沿い歩いたらですね、木の切り株がもうみんな枯れてるから切ってるわけです。そうするとラッキーで年輪数えられるんですよ。変なおばさんですね、張り付いて数えてます年輪で。真ん中の方はもうちょっとよく分かんないですけども、明確に変なおばさんだと思いますよ、張り付いてですね 1,2,3,4 と数えてんですよ。150年以上ですよ。ということは明治維新の前、井伊家からの樹木が今もうバタバタ枯れてます。もう大変なことです、隠してますけどね。で何が言いたいかっていうと、明治が作ったわけでもない、それから荒れ地でもない、素晴らしい場所だった。江戸時代からみんながやはりその楽しめる場所としてあったのが内苑で、そこがその非常に誤解されているということをですね、ぜひごめんなさいね、長くなってこれで、はい、ということ ですから、この400年って嘘じゃないということです。正しいその情報だということ。はい、ありがとうございます。石川先生ありがとうございます。今日はですね、小池知事の学歴詐称、それから神宮外苑再開発を通じて都政の問題点を解説いただいてきたんですが、勉強会のテーマ、都政の立て直しについて、これが最後になるんですが、どうしたら都政を都民、そして主権者に取り戻せるのか、これ小島先生からお願いします。どうしたら取り戻せるか、小池さん2016年のスローガンは良かったんですよ。都民と決める、都民と進める、まあどっか行っちゃいましたけどね。で最初に2016年に都庁に入った時に、東京都の意思決定ってどうやってやってるんですかって聞いたんです、中入ってね。で、その時はですね、官僚 役人が立案しますと。で都議会の幹部と調整をします、案を一つにまとめます、でそれを知事にあげます、で知事にご了解をいただきます。おかしいでしょ、ね、で聞きました、知事に拒否権はあるんですかって。拒否権はありません。えって思うんです。じゃあ知事誰でもいいんじゃないんですか、そういうことになりますね、というのが最初の会話ですよ、2016年。つまりこれが都議会のドンが支配するということの政策決定プロセスだったんですよ。で、小池さんはね、そういうシステムに対してその都議会のドンと戦うって、でも勝ちました、勝ったんだけど
結局その都議会にはですね、小池知事直結ということで新しいドンが生まれるんですよ。所詮は与党幹部っていうね。で、そのドンとそれから小池知事が、まあ、一緒になってやる。つまり昔のその都議会のドンの権力が小池さんに移っただけなんですね。で官僚組織はいつも与党なんですね。これはどこもそうなんですけど、まあ、いつも与党なんですが、都議会の福間伝っていうのは、いわゆる官僚の権限っていうのは、都庁の、まあ、官僚機構、それもいわゆる天下りを含めた現役と辞めた後の人事を一手に握る。で、そのためのお金を用意する。これ全部税金なんですけど、その仕組みなんですね。で、まあ、小池さんも社会学科だから社会学を勉強したと思うんですけど、まあ、大学でちゃんと勉強したのは、まあ、最初の社会学とから京極先生の、政治学ぐらいしか勉強してないんですけど、やはり政治と官僚の関係っていうのは、まあ、非常に重要なテーマです。で、私がその役人に入った時は今の都庁の人と同じかもしれませんが、まあ 2,3 年で変わっていく大臣や総理大臣に国なんて任せられない。やっぱりずっと働いている官僚が国を動かしていくっていう、まあ、そういう感覚でした、もう50数年前ですけどね、50年前か。いわゆる官僚たちの夏っていう本をお読みになれば、まさに官僚が国を動かしていくっていう情熱が溢れてますよ。で、そういう時代は働き方改革なんかないんですよね。24時間働いてるんです。それは使命感とセットなんですね。でもそれは民主主義で選ばれた政治家と試験で合格して入ってきた官僚との関係からすると正しいものではないです。まあ、マックス・ウェーバーというのは、まあ我々の大学の時は流行ってまして、支配の社会学って全何巻あるんですけど、政治家の最大の敵っていうのは官僚機構なんですね。いわゆる民主主義が機能しない、つまり官僚政治になると、まあマックス・ウェーバー言ってるんですけど、まさに入った時は官僚が日本を動かしていくという時代です。今都庁もそうでしょう、きっと。都庁の役人は俺たちが動かしていく。で、まあ、都議会の議員さんに餌を与えながら、つまりこういうご要望があるんですね、はいこれあげます、こういう要望ですね、はいこれあげます、こういう要望ですね、あげますから黙っててください。まあ多かれ少なかれ要望危機ってのはあるんですけれども、そういうそのお金の、お金といっても税金ですから、予算のやり取りで議会をそのコントロールしながら、そのまあ知事が話を進めていく。で、東京はもうお金いっぱいあるんですよ。もう他の都道府県、僕もなんていうか田舎から来てますからね。だからそれに比べると東京ってもうお金が潤沢なんです。使っても使っても使い切れない、そういう組織なんですね。だから都知事選挙でよくいろいろ政策の議論をするわけですよ。で、お金があればできる政策、お金がなければできない政策。例えばもう今無償化オンパレードですけれども、何々を無償化しますって、さすがに他のところできないですよ、お金ないし。まあ配分の問題だって言われるかもしれないけど、だからいろんな候補者がこういう政策をする、ああいう政策をするっていうのは、お金があればできる、なければできない政策だったら最後に出てきて、それ私全部やりますと言えばできちゃうんですよ、東京の場合は。だからそういう政策では差別化はできない。で、改革っていうのは国は随分やってきました。昔は
課長の時に国会で答弁してるんですよ。自分の時代は。つまり政治家が質問するのは役人だったんです。課長ですよ。課長が答弁する時代があったんです。委員会でね。今都議会どうですか。ずっと役人に質問して役人が答えてるでしょ。明治と同じなんですよ。全く。で、二元代表制っていうなら政治家と政治家が議論するのが議会ですよ。でも政治家が一人しかいないんです、都庁にはね。だから大統領制だって言うんだったらホワイトハウスのような大統領補佐官は必要です。それから行政をやるんだったらそれぞれの行政を担当する長官は必要です。で、それ政治任命されたその人と議員が話をして議論して初めて民主主義ですよ。ずっと官僚に話をしてるんですよ、都議会って。地方自治まだ変わってないです。で、国が行ってきた行政改革は行政手続き法、情報公開法、公務員倫理法、審議会改革。審議会は法律いらないです。役人がいっぱい入ってます、東京都の審議会。民間がの知恵を集めて議論する場じゃないんです、審議会は。まさに役人が入っている行政手続きです。から特殊法人と天下り規制、まあ、こういう改革をやっていかないと本当に民主主義的な都庁はできないと思います。だからチームが必要だと思います。で、石原さんの時も浜内さんとか何人かの秘書を連れてチームでやろうとしました。小池さんも最初はチームでやろうとしました。だ、全部排除されていきます。で、排除された後はどうなるか、石原さんやる気なくしちゃうんですよね。小池さんは昔のエスタブリシメントに乗っかるということになる。まあ、ということでですね、東京都っていうのはものすごい大きいんですよ。予算が16兆あります、全部でね。一般会計は8兆とか言われますけど、一般会計8兆円でももう目を向くような規模ですよ。規模で全部入れると16兆円です。役人は何人いるか、16万人います、全部入れるとね。これをそういう会社な、大企業なんですよ。社員が16万人、お金が動いてるのが16兆円、ここに社長さんが一人入って経営できますかって。普通無理なんですよ。だからそういうそのところをその都民に選ばれた知事がどうやってマネジメントする、これはもうチームが必要ですし、できれば小池さんの時は排除されちゃいましたけど、選挙の時に、まあ、アメリカの大統領副大統領みたいにチームでやりますと、もう都庁の都議会も含めて都庁のやり方も民主主義的に、まさに二元代表制ならですよ、そういうふうに変えていくっていうやり方が、まあ、必要なんだと思います。知事がね、一人入ってあとは任せたぞ、任せられてもできないですよ。で、一番の武器はサボタージュです。役人が、役人の武器、民主党政権の時に役人がサボタージュして鳩山さん変わらなきゃいけなくなった。このサボタージュにどう対応するか、最大の武器ですから、官僚の。だからそういうふうに一人にしちゃいけないんですよ。政治家の最大の敵は官僚機構なんですから、中の動かし方が。で、それを国はずっと変えてきた。まあ、変えてよかったかどうかはね、それは政治家の質の問題ですから、官僚と政治家の関係ではありませんが、まあ、そういうふうに都庁を変えていかないと、知事を誰にすればいいっていうことに加えて、知事はものすごい重要ですよ、に加えて仕組みを変えていかないと民主主義的なこの規模の都政、東京都を動かすことはできない。
というのが実感です。これは私の実感ですね。以上です。はい、東京都政はたった一人の知事では無理だから、さまざまな専門家が集まって、あるいは都議会議員も集まってですね、チーム組んで、都政運営に当たっていかなければいけない、そういうことだったと思います。これについては実感している都議会議員も多いんじゃないでしょうか。今本当に都政の仕組みを変えないとまた同じことの繰り返しになるだろう、私たちはそのように思っています。それではマイクをお返しいたしますので、よろしくお願いします。はい、小島先生、木村さん、ありがとうございました。ここで質疑応答の時間なんですけれども、かなり時間が押してまして、どうしてもという方がいたらで大変恐縮なんですけれども、報道の方にはこの会議が終了した後にですね、時間を設けておりますので、聞いてくださった方々の中でどうしてもという方がいらっしゃったらお願いします。じゃあそちら、小島先生が都知事になってほしいなとしみじみ思ったんですが、いかがでしょうか。すいません、後期高齢者に入って隠居生活にほぼ入ってますから、それはないと思いますけど、はい。大丈夫ですかね。じゃあ、すいません、皆さん、じゃあご清聴いただきまして誠にありがとうございました。大丈夫ですか。もうどうしてもという方いらっしゃらないですか。大丈夫ですね。はい、じゃあすいません。あ、田中さん、田中と申します。今のお話はよく分かります。だけどそういう状況なので、簡単にね、知事の候補も決まらないという、ね、ことになってまして、このチームを作るということは、しかも今日本は本当にある世界全体が危機になったって、危機対応ができるようなね、そういう人材をきちっと揃えていかなければならないので、なかなか大変だと思うんですけども、そのある種その中間駅みたいなね、本来のチームの中間駅みたいのがね、なんか必要なんじゃないかと思うんですけども、なんかそういうことをどういうふうに考えていいのか、その辺もしご意見がありましたらお聞かせ願いたいと思います。あ、すみません、私は都議会議員の森合のチームやってます、田中と申します。今の制度で あるのは同意人事は議会が変わらないと難しいですよね、副知事とかね。でそれでないというのは、知事ができるのはまず、特別秘書ですよね、張り付いている人たち、特別秘書何人でしたっけ。あ、特別秘書は2人か、それからいわゆる顧問とかなんかは、顧問とか参与っていうのは枠外ですから、何人でもと言っちゃいけないけれども、いわゆるスタッフとしては置けるわけですよ、今の都庁の制度ではね、スタッフとしては置ける。でそれからいわゆる民間登用、最大5年ですよね。で民間登用の最高の給料って80万ぐらいですよね、最も高いのは7、80万ありますよ。いわゆるそのランキングはあるんだけど、今民間登用って大してハイランキングの人を活用してないけど、もともとハイランキングの人も活用するっていう仕組みになってます。でそれを幹部に活用できるはずですよ、制度的には。つまりラインにどうやって置くかなんですよね。スタッフに置くことは顧問としていわゆるできると思うし、小池さんもそれをやったし、で特別秘書において副知事に転身させるっていうのは石原さんがやったこと、だから石原さんがやったことと小池さんがやったことにさらに加えてやっていくっていうのが今の制度の中でできることだと思いますけどね。だから地方自治法が変わらなきゃできないわけじゃなくて、その今の現行制度の中でどこまでその使えるかということですよね。ただ昔政務次官と事務次官っていたんですけど、まあそういう格好で官僚の権限が取られちゃうっていうとまた拗ねちゃうわけですから。そこをどういうふうにバランスを取っていくかと
で一番大きいのは天下りをなくすってことなんですよ。もう役人をやっていてものすごく分かりますけど、辞めた後もその面倒を見てるから OB が人事に介入するとは言わないけれどもと相談しながらやることになるんですよ。で国の場合は金がなくなったからね、特殊法人の整理とかいろんなことやったんですけど、東京都有り余ってるからもうそういう外郭団体いっぱいありますよね。どんどん増殖して、それから人材を推薦するとか言ってもう天下り推進条例になってますからね。だからそれはね、やっぱり金があるから、だからみんなすき焼き食ってるって感じになっちゃうわけですよ。国の場合はね、外郭団体だけがすき焼き食ってたからダメって言われるんですけど、東京都の場合みんなすき焼き食ってるって言われちゃいますよ、他の自治体から見ればね、ということです。そういう状況でどういう方を指示、チームを作って実践に臨めるという状況じゃないので、どういう方を指示したか。それはまた最初にいろんな方がお話をされたからご検討されてるんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。それではですね、もうだいぶ時間もしておりまして、長時間にわたりまして皆様ご清聴いただき誠にありがとうございました。本日は都政の立て直し勉強会ということで、皆様の考え方に少しでも有意義なものが何か残れば大変嬉しく思います。本日は誠にありがとうございました。この後ですね、小島の方残りまして、少し報道の方々からの質問を受けたいと思っております。ありがとうございました。報道の方でご質問のある方はどうぞ前の方へご移動なさってください。